はい、まこねです。そう、今日も、わけありがとうく、歩きながら話していきたいと思います。と言っても、昨日は、そう、もう、お休みしました。昨日というか、先週の週末くらいからかな。そう、なんかね、もう、パソコン開くの嫌で、パソコン開くのも嫌だし、もう YouTube というか、すべてが嫌になっちゃったの。そう、もう、パソコン開くのも嫌だし、YouTube の画面見るのも嫌だし、と言いながら、パソコン開かないんだけど、ずっとダラダラ YouTube を視聴してた、見てた。まあ、それで、それで、生活リズムも、もう16時間断食どころじゃなく、そう、変な時間に起きては変な時間食べて、みたいな、もうそれまでの、もう本当、映画館にね、通うようになって、映画を見に行って、コンテンツ作りしたいなって思い始めた時の思いは何だったのってぐらい、それ以前の映画館に行って、自分を取り戻す前の、ほぼそんな生活を、まあ、丸1日2日ぐらい繰り返したかな。まあ、お仕事は行ってたけど、そう、まあ、その中で、まあ、気が向くまでは、YouTube も、ポッドキャストも、とりあえず全部ストップしようって思ってたの。気が向かなかったら、もうそのままやめてもいいかな、と思ってたんだけど、そう。それから、まあ、いつもね、寝る時間はだいたい、いつも通り、夜の10、お昼の次の15時ぐらい寝て、深夜の深夜前の、11時ぐらい、夜の11時ぐらいに起きてたんだけど、そう、あのね、その時思ったんだよね。思ったの。あのね、私の16時間断食なんてのは、もう初めて、もうすぐ100日ぐらいなんだけど、そう、もうすぐ100日ぐらいなんだけど、そんなね、簡単にね、崩れ去るんだなっていうのを、まあ、身をもって知ったよね。本当に。元通りの生活に戻ろうと思ったら、本当、そう、一瞬、何もためらいもないぐらい、一瞬。それくらい、まだまだ全然体には馴染んでなくて、本当、なんだろう。脆いものだっていうことを、このね、二日間ぐらい、ほんとね、まだまだと感じた。まあ、それでね、もちろんこのままやめちゃおうかっていう、もう考えたんだよ。考えたの。でもさ、じゃあ、この100日近くのこの時間は何だったのって、振り返ると、ものすごく悔しくてさ、悔しくて、そう、残念のうちのたった100日終わっただけでさ、ねえ、それはちょっと、なんだろう。いや、うまくいかないことぐらいで、投げ出すのは、あんまりにも、なんか、自分で情けないなと思って、まあ、とりあえず、今朝までは、本当、それ以前の生活を繰り返した。だから今日も、1時ぐらいだったかな。急にお腹減って、そう、いつもはね、4時までは我慢するっていう感じだったんだけど、もう、買い時した、この間のセールの時に79円で買った、まあ、うどんと、あとお野菜、いつも食べてるお野菜のね、スープを、まあ、作って、そう、どれくらい食べたんだろう。乾麺で 300g だからね、野菜も入れたら多分1キロ以上食べてるんだから、ものすごいお腹いっぱいなんだけど、その後も、いつもだったら、深夜でも、稽古とつけて、座ったりしてるとね、眠くなるから、まあ、体を動かしながら、まあ、パソコンいじってるんだけど、なんか、試合解雇してるんだけど、まあ、ゴロゴロスマホを見て、もう、4時近くになって、慌てて起きて、慌てて、シャワー浴びて、慌てて、顔洗って、慌てて、
顔作って、出てきたって感じ。うん。まあ、それでね、シャワー浴びながら、頭洗いながら、いや、この2日間3日ぐらいの休憩は休憩で、それで、それはそれでまるっと受け入れて、また今日からやり直そうと。で、そのやり直そうと決めた中で、私が、まあ今はね、ほぼ、仕事の時間以外は、寝る時間と、ポッドキャストの配信に時間を費やしてきたんだけど、この、ポッドキャストの配信に時間を費やすとか、写真を撮るのに時間を費やすっていう時間が、いかに、他のね、16時間断食で、生活リズムを作る上で、重要だったかっていうことに気がついたのよ。今日は、私の16時間断食を支える上で、その、16時間、起きてる時間を、どう時間を有意義に過ごすかってことを、自分なりにちょっと整理しながら話したいと思ってます。うん、まあね、いろんな整理の仕方、いろんな16時間断食ってあってもね、16時間ずっと寝てるわけではないし、そう、まあ、うち寝てるのは、6時間、7時間ぐらいなわけよ。まあ、7時間半、8時間ぐらいかな。まあ、16時間、24時間のうちの、1日24時間のうちの8時間は寝て、8時間は、断食してて、で、8時間は飲み食いしてもいい時間。だから、まあ、トータルで16時間は起きてるってことよね。起きてるっていう時間に何をするかっていうことが、やっぱ16時間断食を続けていく上で、とっても重要だ、なんだよね。まあ、それに、今回気づいたの。本当、だらだら過ごして、それまで通りの生活をしようと思えば、本当、何もしない時間は、本当、ちょっと気を許せば、すぐね、なんか食べたいという気分になるし、そう。だからその時間に、少々無理やりでも、自分の都合を押し込めないと、あっという間に、リズムが崩れちゃうっていうのも、今回、まあ、すごい気づいたわけよ。で、そのリズムが、ここが崩れるきっかけになったのは、まあ、それはちょっと前からなんだけど、まあ、ちょいちょいね、16時間断食の時間が、そう、なんだろう、最後に食べる時間、まあ、最後の食事、16時間断食始まる時間がちょっと後ろに押しちゃって、後ろに押しちゃうと、食べ始める時間も、翌日の食べ始める時間も遅くなるわけだ。私もさ、4時過ぎるともう仕事の準備していくわけだから、もうまあ、前の日の食事が終了する時間がお昼の12時までに終了しないことには、もう次の日に影響出るんだよね。そう。だからもう、その日の、最後の食事をお昼の12時までには終わらすということを、徹底しないと、それだけで微妙にリズムがずれてきて、それを修正するのに、ものすごくエネルギーと体力を使う。それは、体の体力もそうなんだけど、ここの体力もそうで、ここの体力を使った結果、だんだん、疲れてきてしまう。そう、だからね、やっぱリズムがすごく重要なの。そう、それを本当に気がついたんだけど、まあ、ちょっと前からね、ちょっと前ってからね、16時間断食始めた頃から、ちょいちょい12時過ぎちゃって、みたいな。ことはあって、まあ、その度に修正を加えながらやってきたんだけど、そう、まあ、その修正を加えたのが疲れ果てて、まあ、ちょっとピークを超えちゃったわけよ。そう、ピークを超えちゃった時に、まあ、もういいや、と。もう修正効かないから、まあ、今日は16時間断食やめよう、みたいな感じになったのよ。そう。で、それで明日からやればいいや、っていうのが、まあ、ここ2日間ぐらい続いて、結局、明日が、
明後日なり今日になったみたい。そう、うん、まあそんな感じでね、昨日はもう私にとっては16時間断食イコールポッドキャストも全部セットだったから、もう16時間断食がストップするイコールさ、全部ストップだったのよ。そう、まあそれで、まあなんかもう本当、ただただなんか好奇心を見た、好奇心のまま YouTube を見るだけ見てダラダラ過ごし、 YouTube 見てはコロコロして昼寝する、寝る、お腹減ればなんか食べるみたいな、まあそんな生活をね、ちょっとこの何時間か、48時間ぐらいかな、もうちょっとかな、すごくしてたんだよね。まあそれでもその結局私の16時間断食はポッドキャストもセットだから、そうなんかね、なんかのきっかけでもう一回再スタートしなきゃっていうのは思ってたわけ。となるとね、思い返せば私の16時間断食のポッドキャストは多分この訳ありダイエットウォークからなんだよ。そうそうだよ。だってパソコンの今あるマイクもなかったし、そう、このねこの最初にこのスマホで手持ちでね、今はさ、まあ、手持ちは手持ちだけど、パソコンにつけるさ、自撮り棒みたいなやつ、これ二点軸でさ、三点軸じゃないから歩きながらね、私の動画撮るのは難しいけど、うん。まあ、それを持ちながら、喋りながら歩いてるけど、でも最初は、もう震える手で、スマホを握りしめて、まだ雪があった頃だよね、地面に。で、震える手で、凍えながら、タイトルもままならないまま、喋り始めたのが最初だったな。そう、多分3ヶ月ぐらい前。まだ2ヶ月ぐらい前だったかな。そう。うん。まあ、それから、まあ、慣れてきて、で、私がね、新月の日に、たまたまさ、まあ週末が重なったから、じゃあこの週末は何しようかなと。だいたい週末に自分なりにテーマを決めて、YouTube もポッドキャストも少しずつバージョンアップさせていこうって思ってるんだけど、思ってたんだけど、私の中ではね、ザピアを使って、ザピアというサービスは、世界中のいろんなね、ウェブサービスとウェブサービスをつなげる、ものすごい神サービスなんだけどさ、何分日本語化されてないから、まあ日本人にあまり、まあもともとね、ウェブ系の仕事してる方だったら、というかプログラマーとか、まあそういうね、IT 系の仕事してる人だったら、知ってるかもしんないけど、まあね、ちょっと、なんだろう、ちょっと SNS やってますみたいな、ゆるいユーザーはあんまり知らないかもしれない。そう。うん。まあね。まあ、つまりどうかな。インスタグラムに投稿したら、あれとこれとこれに同時に投稿されるみたいな。インスタグラムに投稿しただけで、Twitter と Facebook と、例えば TikTok 繋がってたかな、忘れちゃったけど。うん。まあ、すべてに同時に投稿されるみたいな。あれもこれも別々に投稿しなくても、一つずつ投稿すれば全部揃うみたいなさ、そういうサービスで。うん。まあ、それだったら多分無料の範囲でできちゃう。でも、より高度なことをしていくと、有料版じゃなきゃできないのこともあるし、まあ、私がやろうとしたのは、結局できなかったんだよ。前はできたらしいんだけど、今はできなくなってて、それはまあ、YouTube が仕様を変えたからだと思うんだけど、何をしようかと思ったら、必要としたかというと、Google じゃなくて、YouTube Analytics の、あ、要は、視聴データだよ。視聴データ。いろんな、
動画がどういう風に視聴されてるかというデータを細かく、ザッピア経由で、Google のスプレクトシートに反映させて、スプレクトシートで、解析しようと。というのは、私のさ、この配信をしてる、ヒルビル放送局は、全部日本語だからいいよ。ぶっちゃけ。全部日本語だから、ショートムービーと動画では、ものすごく傾向が違う。確かにね。そう、私の方は本当真っ二つで、ショートムービーは、10代から、30代。で、動画は40代から60代以上っていうふうに真っ二つに分かれてる。うん。データだけ見るとね。そう。でもまあ、視聴時間とか、そういうものは、なんか、なんだろう。コンテンツによって結構ばらつきあって、例えば、ワケリダイエットウォークだったら、多分ね、8時から配信すると、もうちょっと視聴数は伸びると思うよ。データ上ね。うん。そう。っていうのは、分けられないトークは、40代以上じゃなくて、50代、60代の以上の男性が視聴数が多いから。そう。うん。そう。で、まあ、エミキャストは、40代以上の女性が多いかな。そう。だから逆にエミキャストは、夜19時とか、夜の7時とかからの配信の方が、多分、もっといいと思うんだよね。まあ、それは、トライアンドエラーで、1ヶ月単位ぐらいで試してみないと、データはわからないからさ。そう。今日やって今日どうだ、明日どうだというか、まあある程度、試してみないとデータ出ないからさ。そもそもそんな、出たところでさ、大きく差が出るというか、私のコンテンツなんて、まだほんとね、視聴数なんかほんと、なんだろう。そう。みんな出ないもんな。うん。よくて50人ぐらい。よくて100人ぐらい。悪きゃ10人みたいな。そんなぐらいで。そう、ほんと、ポツポツだから。そんなね、コンテンツ一つでそんなに差があって、そんなにデータ数が揃ってないのに、そんな時間をずらしたからどこだっていうもんでもなくてさ。そう、そんなに慌てて調整する必要ないでしょうよっていうようなもんで、まあ、やってきたんだけど。それで、まあ、時間を、まあ、ヒルビル補足は日本人だけだから、まあ、そんな細かく見なくても、大体ね、傾向がわかるよ。でも、もう一つの、まあ、コイズムの方は、現在さ、ショートムービーだけだけども、英語、フランス語、スペイン語、トルコ語、日本語、アラビア語で発信してるわけよ。そう。もうね、メインターゲットにしてる言語の、メインに使ってる国の人の生活で全然違うの。特にショートムービーはほんとそう。動画よりもショートムービーの方がそういうのすごく出やすい。うん。だからショートムービーだと、なんだろう、日によって、曜日によってぐっと視聴数が伸びる時間が変わってくるのよ。それはコンテンツ以上に時間とかだよね。そう、特にね、アラビア語とかイスラム教徒が多い国の言語は本当に本当すごい違うんだよね。特にアラビア語は本当ね、全然違う。トルコ語もそうだね。トルコもさ、アラビア語はね、もともとシリア向けに発信したんだけど、まあデータだけ見ると、サウジアラビアの人が多いの。私のサウジアラビア、エジプトの人が多い。そう、イラクの人も多いな。まあエジプトとイラクに、日本人の
日本人からの情報ってなると、まあ、ヒットしやすいのは分かんないことはない。まあ、エジプトはね、今、すごいさ、教育のね、日本語化が進んでて、そう、エジプトの小学校は、世界で唯一ね、日本と同じように日直の制度があったりとか、学校の掃除を生徒がするとか、そう、すごくね、日本の学校の制度を、近年ものすごく取り入れてるのよ。そう、完全な日本式学校も結構増えてるんじゃないかな。で、日本式学校が増えてるのはイラクもそう。うん。そう。まあ、アラビアとか、アラビア語圏内とかさ、まあ、アフリカとかで、まあ、日本語教育はすごく今、中国語を浴びてるのよ。まあ、そんな関係もあって、アラビア語とかの、アラビア語、ほんとね、まあ、特にイスラム圏内の国々のアクセス数は、ほんとショートムービーでも、もう曜日によって全然違う。だから曜日ごとに細かい調整が必要なのよ。本当に安定してアクセスを取ろうと思ったら。でも、それはうまくいかないから、まあね、まだトルコ語、英語、アラビア語だけしか配信しなかった頃に、まあいろんな時間試して、まあベストな時間はこの時間だろうっていうのに設定してるんだけど、まあそれでもね、曜日によって全然バラバラで、そう、日によってはね、50くらいしか行かないと思ったら、日によっては2000、3000までポンって上がったりとか、それくらい差があるんだけど、まあそれはね、多分どこの国のショートムービーでもそうだと思って、まあ英語もそうなんだけど、まあね、私のさ、ナポイズムのやつは、基本的に防災情報だからさ、まあ防災意識ってさ、防災に関する言葉を検索する人なんてさ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけね、世界中に災害が起こらないことがさ、上がらないわけじゃん。そう。だから、まあね、本当、まあ世界中のニュースになるような大きな災害があちこちで起こりまくってれば、まあ多分ね、防災系のアクセスはぐっと伸びると思うんだけど、まあそういうこともない。それはそれで困るでしょ。まあしょっちゅうさ、トルコみたいな災害が起こってたらさ、そう、困るわけじゃん。そう、まあそれだけに、まあ注目度が、平時はね、注目度が集まり強いコンテンツだから、まあ、アクセス数が伸びないのは、まあそれはそうだよねと思うんだけど、それはそうだねと思うんだけどさ、うん、まあそれで、なんだっけそう、その、何時に投稿するとどれくらいアクセスがあって、アクセスし、発信してから24時間以内の1時間ごとのアクセスデータをしっかり解析するっていうのを、今現状の YouTube のアナリティクスでやろうと思うと、そう、全部さ、一つ一つの動画のアナリティクスを、自分で、調べなきゃいけないわけよ。で、そう。で、1時間ごとのアナリティクスを、調べていこうと思うと、まあ、その1時間ごと、一つの動画とかの、1時間ごと、何時は何人、何時は何人っていうのを、全部記録しないことには、手で記録する以外に方法ないわけ。そう、それはなんとか、どうかできないかなと思って試みたんだけど、結局、なんだろう。その一つ一つのデータを、Google Spectにエクスポート、要するに、転写することはできたけど、自動的に、記録させていくっていうことはできなかったわけよ。そう。となると、大雑把な数値しか見えなくて、そう、ほんと、まあね、時間かけて、いろんな数値を見比べていけば、まあ解析できるけど、まあそれにはさ、ものすごい莫大な時間がかかってさ、そんなのはちょっと大変すぎでしょってことで、まあいろいろ他のツールも調べるんだけど、やっぱないわけ。うん。まあそれで、あ、そっか。ないのか。ないならどうしようなと思ったときに、まあ、他のさ、
YouTube の、あの、ヒルビル法則の YouTube のデータとかもさ、普段見ないんだよ、正直。そう。私ほんと、あの、今この段階で、あの、一番の目的はさ、16時間ダイエットだから断食だから、そこにね、結果をそこにね、着目しても、そう、あかんと思ってて、そう、そんなあの、YouTube のね、アクセス数が伸び悩んでても、もう気にしないっていうふうに、心の中では決めてたのにさ、その実際にアナリティクスを見ちゃうと、やっぱ傾向とかさ、見ちゃうわけよ。で、昨日もね、実は、配信しようと思って、話しながら歩いてたの。そう、でも、昨日はね、こんなことを話したんだよ。なんだっけ。今週は、ストレス発散についての話をしようと。一週間通してストレス発散の話をしたいんだけど、その中でも昨日は、ウォーキングの話をしますっていうような感じで、話したの。うん。それはね、今週は、まあ一回もまだ配信しないけど、実は、撮るだけは撮ってた。そう。でもね、撮りながら、その、なんでストレス発散かというと、私の動画が40代以上の男女に見られてるということで、40代以上の男女、共通の話題を探していくと、共通な話題で、特に YouTube でコンテンツが少なめの話題が何かというと、やっぱ健康なのよ。そう。で、健康について、で話していくと、まあその中でまあストレス発散って項目が出てくるわけ。じゃあストレス発散、そのどの世代にもストレス発散の中で出てくる情報っていうのは散歩とかウォーキングなの。だからストレス発散についての話題を一つずつ掘り下げて、じゃあ今日はウォーキングについて話そうって思ったわけ。まあそれは日曜日に収録して録音はしたんだけど結局配信はしなかった。うん。結局ね、私が楽しくないんだよね。そう、話しててもテンションが上がらない。面白くない。そう。だから、結局さ、あーとかえーとかうーとか、うーんとか、考えながら喋ってて、話が繋がらないの。うん。結果的にさ、私自身が乗れてないから、喋ってても楽しくないし、ってことは、多分ね、聞いてる人も、なんかこいつ乗れてねえな、みたいな感じになるだろうし、たまたまね、先週の、土曜日だったかな、前の土曜日の時にもらったコメントでさ、まあ、ちょっとね、なんだこいつっていうコメントがあったわけよ。なんだこいつ、なんでこいつが私のことをそこまで言うんだ、みたいなのがあったわけよ。まあそれでね、2日ぐらい前から完全にコメント拒否にしちゃったんだけど、うん、なんかさ、なんだろうね。私もさ、日本人だから物事をさ直接言われるのは慣れてないんだよ。そう、でもなんだろうね、YouTube とか Twitter もそうだけど、 SNS だとさ、なんかやたら言葉がストレートな人多いじゃん。そう、それが私は苦手でさ。それはね、日本語に限らず、まあ、海外の人からだったら、海外の人の言葉ってもともとさ、ストレートだからさ、ストレートだから、まあ、海外からだったら、まあ、さほど気にしないんだけど、日本人の日本語のコメントで、まあ、ストレートだとさ、なんだこいつって、ここで喧嘩でも私と喧嘩したいのかって。わざわざこの人と言い争いするために YouTube してるわけじゃねえんだって思うぐらい今ストレートなさ、内容でさ。もうそういうのは私は疲れちゃうからさ。もうそういうのに対応するために YouTube を今やってるわけじゃないと思って、もう思い切ってコメントはもう完全拒否にしちゃったの。うん。そう。まあそれを再開しようかどうかっていうのはちょっとわかんないけど、まだ考えてないけど、とりあえずは、私、YouTube を配信してないと、16時間断食、簡単に潰れちゃうっていうことだけは分かった。うん。リズムが取れないから。そう。
起きてからの時間も帰ってからの時間も、時間に余裕があると、結局、何もしないわけよ。そうすると、結局、何も生み出せないし、自分にとっても、16時間断食にとっても、マイナスでしかない。っていうことは、まあ、本当、今まで通り、他人に忖度することなく、自分が喋りたいことを喋り続けながら、配信をしていこうっていうことになったわけ。うん。まあ、それでね、ワキありダイエットウォークも、エミキャストも、まあ、両方二つがさ、大変は大変なのよ。そう、大変は大変なんだけど、じゃあ大変が、どう大変かっていうとさ、なんて言うんだろうな。結局、なんだろう、聞く人に向けてっていう風にすると、やっぱり、なんだろう、そう考えちゃうんだよね。うん。聞く人が楽しんでくれるようにっていう風に考えると、やっぱり、考え込んじゃって、答えが出てこないわけよ。もちろんさ、どういうコンテンツがいいかっていうのはチャット AI と相談するとさ、いっぱい出てくるわけよ。こういう話題がいいんじゃないですかとか。確かに、その通りの話題と、その通りというか、そういう言葉をいっぱい入れた、サムネとか、タイトルにすると、アクセスいいんだよ。確かに。そう。うん。でも、それに対応した話ができるかって言ったら、まあ、そんなことではなく、と、それが自分にとって楽しかったら、まあ、そんなことでもなく、苦しいことの多いわけよ。となると、やっぱりさ、続けていくのが嫌になってしまう。それなら、まあ、自分にとって、やりやすいものをやっていこうと。で、そう思って、じゃあ本当にやりたいことってなんだろうっていうことを、まあ、このさ、2日間ぐらい、何もしない中でさ、考えてたんだけどさ、そう、やりたいことって、うん、あるよね。ある。そう。でもね、このポッドキャストは、やりたいかったら、やりたくないか、よくわかんないけど、疲れるは疲れる。でも、やめたくないっていうのも本音だな。うん。逆にやめたくないっていうのが本音かな。なんてさ、好き勝手喋ってる、喋れる。そう、自分の言葉を好き勝手喋れる機会って、まあ、作ろうと思えばもちろん作れるけど、なかなかね、難しいじゃん。そういう意味では、すごく貴重で、大事なものだなってことを再確認して、このね、自分にとって大事な環境を自分で潰す必要はないと思って、今日、改めてね、再開したって感じなの。まあ聞いてる人にとってみれば、再開するも何も、中1日2日の話でしょって言うけども、言うかもしれないけど、もう私にとっては大きな中2日3日で、そう、この復帰は、復活は、まあ、良かったなと思ってる。で、まあ、そうね、まあ、Mキャストもね、ワキありダイエットウォークも、まあ、統合するっていうことも、まあ、いいかなと思ってるの。まあ、両方ノリノリで喋れてる日はあるのよ。そう。だからって、両方ダメダメの日もあるし、片っぽいいけど、片っぽダメダメっていう時もあるけど、両方が辛いんだったら、まあ、統合して一つでもいいんじゃないかなっても思うんだ。でもね、でも、なんだろう。まあ、両方なんかやめたくないんだよ。そう。なら、まあ、もうちょっとしばらく、両方続けていこうかなと思ってて、まあ、あと2ヶ月ぐらい現状を、頑張って維持しようと思ったの。その2ヶ月っていうのは、一つは、ダイエットの資格を取るために発信してる今日のアウトプット。あれもね、昨日お休みしたのよ。
そう。で、実は教文もまだできてないから、教文も多分発信は間に合わない。うん。あれもものすごくエネルギー使う。本当使う。うん。それでも、まあ、あれがね、完全に解決するまでは、まあ、なんとか、まあ、現状を維持して、やっていきたいなっていうふうに、改めて思ったの。そう。まあ、その、16時間断食じゃなくて、今日のアウトプットのシリーズが100回超えて終わる頃になれば、きっと、また違った私になってると思うんだよね。うん。そして、やりたいこと？そう。まあ、やりたいことの中に、まあ、M キャストでもないんだけど、まあ、週1回でもいいから、英語だけの、ポッドキャストを、短くてもいいから発信したいなと思っています。まあ、改めてチャンネル作るでもいいと思うんだ。全然コンセプト違うからね。改めてチャンネル作って、日本を伝えていく、日本を伝えていく、ポッドキャストをしたいの。ポッドキャストじゃなくてもいいよね。動画でもいいと思う。うん。そう。まあ、日本のさ、田舎の、まあ、新潟県長岡市の生活なんかを伝えるようなムービーでもいいと思うし、うん、それを機械ボイスじゃなくて、本当私の英語なんてさ、聞き取れないんじゃないかみたいな感じの英語だけども、まあ、それをね、練習してお話しするみたいな、ムービー動画を、作りたいなと思ってるんだ。というのは、やっぱり私は、日本の生活も本当素晴らしい。日本って本当にいいところだと思うけど、すごい文化といろんなものを根ざした素晴らしい国だと思うけど、でも海外も興味ある。海外の方に興味がある。そう。だからまあ、日本を伝えるとともに、いろんな国の人とつながりを持っていきたいなと思って、まあ、日本の友達よりもそっちの方が私にとってはものすごくなんか興味があってやりたいことだから、まあ、そう、海外に向けたチャンネルを、作っていきたいなと思ってます。できるのかなというか、やるって決めないことにはできないことは確かだから、まあ、ちょっとね、時間をかけて、具体的にやりたいことを明確にしていきたいなと思ってます。例えばさ、まあね、まあ日本国内に住んでても、まあ日本国内だからこそあっちこっちのね、ところに観光するのって、まあ決して簡単じゃないじゃん。うん。そう。でもまあ海外から来るってことになればなおさらだし、まあ海外の人が、見たい、知りたいみたいなことを、日本人の目線で伝えていくみたいな、そんなチャンネルにしたいと思ってます。だからまあ、その中でもしかしたら、マコイズムの方を、まあ、防災情報を配信してるのを、まあ、キリがいいところで、中断しちゃうかもしれないし、やめちゃうかもしれないし、ヒルビル放送局をやめちゃうかもしれないけど、まあ、どちらにしても、私にとってやりたいっていうことが、まあ、最優先なの。うん。そう。自分にとってやりたいっていうことじゃないと、やっぱり続かないんだよね。そう。だからこそ、まあ、今は、100回の、今日のアウトプットの100回目最後までやりきって、まあ、それを、その結果、それをもとに勉強したことを、ダイエット健康協会のね、プロフェッショナルアドバイザーの資格を取るのに費やして、まあそこから先はまた考えると。そういうふうに考えてます。まあちょっとね、ぐたぐたになったんで、まとめると、まあここ数日お休みしました。まあそれは、まああるね、コメントきっかけに、なんか本当にグダグダになっちゃったのと、もう YouTube のアクセスデータとか数字を見ながら、
まとまらないか。まとまらないから、まあ、まとまらないままでいいか。もしかしたら、お仕事しながら、ちょっとまとめて、M キャストで、またお話するかもしれませんが、まあ、今日は、この辺で、終わりにしたいと思います。まあ、そんなわけですね。また、今日から、分け合い大トーク、頑張りたいと思いますので、皆さん、ご視聴よろしくお願いします。まこねえでした。バイバイ。